J1 優勝へ、そして J1 残留へ、両チーム重要なシーズンの後半戦、そして終盤戦です。さあ両チーム選手の入場です。本当にこう変わらない質、まあ、強度を持っている選手たちが本当にいるなっていう、そんな印象ですね。湘南はご覧のメンバーです。おなじみのフォーメーションです。3-1-4-2。前節はドローゲーム、今日勝利をするのはどちらのチームになるんでしょうか。今前半スタートです。前半はビッグエンド、今日は黒いユニフォームが町田、上げる方としては上げやすいですよね。さあルキアン縦パス、ドリチビッチ、ユーズボール、拾った鈴木優斗、田中シュート、キーパー正面こぼれていますがキャッチです。庄司がつないで林、ワンタッチ背後へ、相馬中にない、相馬シュート、クロスバー、セカンド鈴木ジュニア、クロスボール浮かせて、これは合いませんでした。近くに行くよりは一回ちょっと下がったところからコースを消しながら相手のパスをカットしました。さあ吉田ドリブル、吉田のクロス、ルキアーこぼれている、キーパーです、キーパーの谷、吉田2試合に先発、島田浮かせて、そのまま中央へ押せ、踏んだゴールイン、ゴールイン、ゴール。アウトサイドクロスに合わせたオセフン。でもやっぱり中を通さないで外外なんですけど、やっぱりみんながまあ縦のイメージができているので、まあ、シンプルですけど本当に突破しますよね。そうですね。ロキアンゴール前中央、スイング、アップルは戻したボール、池田ボレーシュート、ー正面でした。おっと、ここは倒れましたよ。接触があったんでしょうか。前半終了です。0-0、同点で試合を折り返します。この前半の印象はいかがでしょうか。こちらは行くところまで行って、やっぱり交代選手もねしっかりと揃ってますしね、逆に湘南も福田とか怖い選手はいますからね。クオリティ阿部小野瀬もいますし、鈴木明人、鈴木優斗、クロスボール、戻して、中、ファイブクース、チャンスだ、シュートだー、池田冷静に流し込んで湘南先制。後半開始早々湘南先制です。パスを通して池田のゴール、池田は今シーズン4ゴール目。いや、いいゴールでしたね。田中さんの力ですね。まあ、やっぱり彼みたいな選手がボックスの中に入るのがいかに重要か、まあ、押し込んだ中でしたので、ね、ここから本当に多分すごい隙間のところだったと思うんですよね。そこを田中聡がうまく通しましたけど、まあ、トレシビッチからしても足を出すと、まあ、PK もあるし、なかなかチャレンジができなかったんですよね。いや、いいゴールが生まれましたね、湘南は。ここはホイッスル、ラインを上げたいんですよね。山口監督は相当言ってますけど、今ホイッスル、試合終了、0-1、勝ったのは湘南。